デイビッド・リンゼイ・デイビッド・リンゼイは、ロンドン生まれのイギリスの幻想文学作家、ファンタジー作家、ディビット、デビッドの表記もある。コリン・ウィルソンは、リンゼイの象徴作である大作、アルクトゥールスへの旅を、20世紀の最も不思議な本で、あると同時に最も優れた本である、と称賛している。スパイアクション作家のデイビッド・エル・リンジーとは別人。1876年、ロンドン。 ブラックヒースに生まれる。スコットランド人の血を引きカーライルの血縁者でもあり、兄は三流小説家である。生活は苦しく大学は断念して保険会社に勤め、第一次大戦中は2年間英国陸軍で軍務に服した。エックハルト、タウラー、ゾイゼ、シレジウス、ベーメなどのドイツ神秘主義やスウェデンボルグ、ショーペンハウエル、ニーチェ等を単独し、 音楽にも強く惹きつけられる日々を送った。38歳の時、18歳年下のジャクリーンと結婚したのを機にコーンウォールの田舎に引きこもり、作家に専念、処諸女作アルクトゥールスへの旅を書き上げ、メッシュ演者から観光された。これは、スコットランドの幻想作家、ジョージ・マクドナルドのリリスから深いインスピレーションを受けている。また登山家でもあった、リンゼイの見た、 スコットランドの山々の風景が作品の中にも活かされている。生前は5冊の小説が出版されただけで、ほとんど認められないまま不遇の生涯を送った。しかし、アルクトゥールスへの旅は、オラフステープルドンに影響を与え、C.S. ルイスに別世界三部作を書かせる役割を果たし、1960年代に入ってからは、コリン・ウィルソンが絶賛して、その評価が定まった。 1945年、ブライトンで死亡。その死の前には、第二次世界大戦のドイツ軍の爆撃で、家が損傷を受け、ショックから立ち直れないでいた。死因自体は、虫歯が原因でできた農業の悪化であり、爆撃とは無関係である。ありがとうございます。